二塚古墳は、現在の宮城県仙台市太白区六谷二丁目にあった古墳である。中期あるいは後期の前方後円墳で、20世紀の初めに石棺が見つかった。長さ20から30メートル。古墳は1949年に破壊され、現存しない。仙台市中心部から南西にある大歳寺山の南方の中石平地に作られた。かつては約300メートル東に一塚古墳があり、東北に離れて甲塚古墳が現存する。地元では二塚あるいは二塚山と呼ばれていた。隆起が2つある前方後円墳としての特徴が名の由来と思われる。石棺発見によって注目された当時、古墳がある場所は名取郡最ヶ崎村に属していた。前方後円の形が明確で、前方部が西にあって一辺約9から11メートル、高さ約2メートルほど、後円部は東にあって直径約13メートル、高さ 2.4 メートルほどあった。また別に全長約29メートル、幅15メートルともいう、石室、壕、階段などの跡はなかった。石棺の発見については、1905年夏頃に、村の青年が相撲の土俵を作るための土を取ろうとした時に後円部から石棺を見つけた。1906年3月16日に偶然発掘された荒れ地になっていた。この地を開墾していた青木善吉という村人が掘り当てたと異なる伝えがある。いずれにせよ、1906年の一塚古墳石棺発見に前後して確認されたものである。内部をくり抜いた凝灰岩の石棺で、蓋はなかったがそれらしき板状の石が他の場所で見つかったという。寸法は報告によって異なり、長さ約 2.3 メートルあるいは 2.4 メートル、幅は約1メートル、または約45センチメール、深さ30センチメートル余り、または約24センチメートルであった。副葬品に須液が2個があった。古墳の上には畑が作られ、石棺は露出したまま1931年頃にも放置されていた。1949年に墳丘が崩され、跡地が水田になった。今では住宅地になり、古墳の痕跡はない。ありがとうございます。